ムーランは2020年に公開のアメリカ合衆国のファンタジー映画。1998年に制作されたディズニーの長編アニメーション映画作品、ムーランの実写リメイク作品である。男子がいないファケの娘ムーランは病気の父親ズーに代わってファジュンと名乗り男子と偽って戦地へと赴くことを決意する。ファケの守り神の不死鳥に見守られながら、 彼女は戦士として成長していくのだった。カッコ内は日本語吹き替え2018年11月2日に全米で公開予定だったが、制作に遅れが生じたため2020年に延期され、さらに新型コロナウイルス感染症の影響で公開が延期、後に中止が相次いでいる。ウォルトディズニーピクチャーズは1998年のアニメーション映画、 ムーランの実写版に関心を示した。当初は2010年10月に撮影を開始する予定だったが中止された。2015年3月30日、ハリウッドリポーターはディズニーがクリス・ベンダーとジェシー・スピンクのプロデュースによる実写映画の制作を再開し、エリザベス・マーティンとローレン・ハイネックが脚本を執筆することになっていると報じた。2016年10月4日、 リック・ジャッファとアマンダ・シルバーが中国のバラードと1998年のアニメ映画を組み合わせて脚本を書き直し、ジェイソン・リードがクリス・ベンダーとジェイク・ワイナーと共に映画を制作すると発表された。リウ・イ・フェイ2016年10月4日、ディズニーは世界的に中国人女優を探していると発表した。キャスティングディレクターのチームはご大陸を訪問し、 信頼できる武術の技術、明確な英語を話す能力、そしてスター級の資質を必要とする基準を備えた役の候補者1000人近くを見た。結果、中国系アメリカ人のリュー・イ・フェイをムーラン役に起用したことを2017年11月29日に発表。2018年4月にはその他キャストの出演発表があった。 ニュージーランドと中国で2018年8月13日に撮影を開始2018年11月25日に終了した。しかし2019年7月に公開されたトレーラー映像ではヒロインの家の様子や化粧などが史実と全く異なるとして中華圏を中心にブーイングが起こった。死者での反応も理想にほど遠いものだったため、 同年10月から急遽取り直しが行われていることが明らかになった。公式ティーザー予告編と公式ティーザーポスターは、ウォルトディズニースタジオが2019年7月8日に公開した。日本では2019年11月21日に、放題と日本での公開日、日本オリジナルポスターが同時に公開された。2020年3月2日、 新型コロナウイルス感染症の影響で公開日を4月17日から5月22日に延期することが発表された。さらに、同年3月24日にアメリカでの公開延期に伴い、日本での公開日も延期になると発表した。米ディズニーは2020年7月24日に全米公開を延期をしていたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、同年8月21日に、 日本での公開日は同年9月4日に決定した。しかし、アメリカでの新型コロナウイルスの感染者が再び増加したことに伴い、無期限延期が発表され、それに伴い日本での公開も再度延期された。同年8月4日、ウォルト・ディズニー・カンパニー最高経営責任者のボブチャペックが投資家との電話会議において、アメリカなどの一部の国は、 劇場公開はせずにディズニーにて同年9月4日から有料配信することを発表した。なお、ディズニーのサービス提供国のうちフランスについては9月4日からの一斉配信対象国から外し延期することが8月下旬にアメリカのメディアから報じられた。2020年8月24日、ウォルト・ディズニー・ジャパンは日本でも劇場にての公開を断念し、 海外と同様に2020年9月4日からディズニー公式動画配信サービスのディズニーにて独占配信することを発表した。本作品はプレミアアクセス作品となり、プレミアアクセス料金2980円を追加で支払うと何度でも視聴が可能となる。なお、すでに販売している前売り券や無備付けについては、返金扱いとなり、各販売所にて行われる。 ディズニーのサービスが行われていない一部の国では劇場公開することで調整しており、本作品の舞台となっている中国では2020年9月11日から劇場公開した。しかし、口述の理由により中国当局が本作関連の報道を国内メディアが伝えることを禁止したため、公開初日における北京市内の映画館の観客はわずかだったと報じられた。 2017年11月、ハリウッドリポーターが、ディズニーが、ムーランの実写版を制作していると報じた。なお、主人公であるムーランを白人が演じて欲しくないとして、白塗りのムーランを望まないディズニーに告げる。というタイトルのオンライン請願書には、10万人以上の署名が集まった。2019年、香港の逃亡犯条例改正案をめぐる抗議デモに関し、 本作の主演女優、リウ・イ・フェイが8月15日に現地の警察を支持する内容を SNS のウェブに投稿し、物議を醸した。これに反発した映画ファンや民主活動家が本作のボイコット運動を呼びかけ、ボイカートミューレンなどといったハッシュタグが2019年8月と2020年9月にアメリカとアジア各国のツイッターでトレンド入りした。 2020年3月にもワールドプレミアの会場において、リュウが中国人と言わずに一人のアジア系として誇りに思うと発言したとして、中国国内でも一部のネットユーザーが反発し、ボイコットを呼びかける声が発生した。本作の一部ロケーション撮影が、イスラム教徒に対する人権侵害などが指摘されている中国、新疆をウイグル自治区にて行われ、 エンドロールにて、同時地区の公安当局や中国共産党のプロパガンダ機関に感謝するメッセージが表示されたことからインターネット上にて批判を集める事態となった。これを受けて、マルコルビオ上院議員などのアメリカ合衆国議会、超党派議員団は、ウォルトディズニーカンパニーと中国当局との関係を問う書簡を、 同社 CEO のボブチャペックを送付したことを2020年9月11日に明らかにした。ディズニー最高財務責任者のクリスティン・マッカーシーは2020年9月10日にバンク・オブ・アメリカ主催の会議において現地のユニークな風景と地形の一部を正確に描写するための取り組みとして新疆ウイグル自治区を含む中国のロケ地20カ所を 選定した上で撮影したと説明している。中国外務省の報道官は、当局が便宜を図れば、制作側が感謝するのは当然だとして、一連の批判に対して強く反論している。なお、同国の政府機関である、国家インターネット情報弁公室は、映画表を含む本作に関する報道を禁止する、通達を主要な国営メディアに出していたことが、 ロイター通信から報じられた。また、ウェイボーでもハッシュタグによる検索ができなくなっている。前日の通り、2020年8月に、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、アメリカや日本などの一部の国では、劇場公開を断念して、ディズニーでの配信に変更すると発表した。これについて、インターネット上では前日の主演女優による、香港抗議デモに関する言動や米中、 貿易戦争による影響を指摘する声も上がっているが、ディズニーはそれらの影響については言及していない。ディズニーでの配信に切り替えたことにより、ヨーロッパ国際映画館連合などをはじめとするアメリカとヨーロッパの映画館業界から猛反発を受けることとなり、フランスの映画館では経営者が本作品の宣伝スタンドを破壊する動画がツイッター上に投稿された。また、 レンタル価格もディズニーの月額利用料とは別に加算され、アメリカでは29.99ドル、日本では2980円となり、月額利用料との合計でアメリカでは36.98ドル、日本では4048円となるため、価格設定についても批判の声が発生している。この価格設定について、ディズニー CEO のボブチャペックは品質に見合った 適切な効果さと説明している。調査企業のセンサータワーによると、本作の配信が開始となった2020年9月4日から48時間までの間のディズニーのダウンロード数とアプリ内の売り上げは、前週比でそれぞれ68%と193%の増加となったと発表。また、サンバテレビによると、同年9月4日から72時間のアメリカ国内における スマートテレビの視聴状況を分析したところ、110万世帯以上の世帯が追加料金を支払った上で本作品を視聴し、3350万ドル相当の工業収入があったと明らかにした。ディズニー CFO のクリスティン・マッカーシーは、同年9月9日に行われた投資家会合において、本作の視聴状況について問われた際に、 とても満足していると発言している。なお、フランスについては前日の理由で本作品の配信を延期するため、代替案として追加料金なしで本作品の視聴を可能にすることをフランス国内のディズニー会員に提示していることや、アメリカや日本でも2020年12月から追加料金なしでディズニーで本作品の配信を行うことが同年9月に報じられた。 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、同年11月11日のムービー・ネックス発売リリースの中で本作品を、同年12月4日からディズニーの見放題作品として追加することを発表した。中国の映画レビューサイト、豆弁によると、原作とは違う新しいストーリー展開を嫌う、意見やアクションシーンなどに対しての批判が多く寄せられ、10段階評価で4.9の評価に止まっている。 中国では前日の中国政府による報道禁止通達も影響し、公開初日の工業収入も約4100万元に止まったと報じられ、同月14日までの3日間の工業売り上げも2019年に公開したアベンジャーズエンドゲームの約7分の1の2320万ドルだったことが同月15日に明らかとなった。一方、アメリカでは 同国内のディズニー会員の3割近くが追加料金を支払った上で本作品を視聴し2億6000万ドルの収入が発生し大ヒットになっているとヤフーなどが報じた映画館を介さない配信に切り替えたことで収入全てがディズニーに入ることからアメリカ国外の分を合わせるとディズニーはさらに巨額の収入を得ているとの分析もあるありがとうございます